じゃあですね、今度はバルナのサスペンドですね、アイシャットイワシ、これを、まあ、ちょっとこの壁際へ投げて壁際についてる魚を引っ張り出すという形でやってみたいと思います。まず最初はあまりハードにアクションさせないで、まあリトリーブただ引きではないんですけど、ちょっと巻きストップ巻きストップ巻きストップみたいな形でですねやってます。ちょっとねレンジが深い感じがあるんで、ちょっとバルナより魚が深いのかなっていう気がしますが、まずはちょっとスロー引きでですね、はい、で次はですね、そのレンジの低い魚をどう寄せるかっていうところで、結構派手に動かします。派手にジャークをしてポーズを長めに、ポーズを長めにで、ゆっくり巻いて食わなかったらまたアクション、ポーズを長めにでゆっくり上げて、下にいる魚に気づかせて上げてくる、で上げてくるのに待たせるからポーズを長めにするっていう、ちょっともう一回です。よし、来た。おー、おっと、危ない。今ジャークして止めてた時ですね、やっぱ食いついてたらね。おお、いいサイズ、いいサイズ。よいしょー、はい、来ました、来ました、グッドサイズ。ジャークして止めて、ジャークして止めての繰り返しで、まあ多分深いところにいるやつを、まあ、引っ張り上げれたのかなと。でサスペンドなんでね、ジャークには強いですね。やっぱりこう動いた後のパッてストップが確実にピタッて止まる、この緩急の差がね、やっぱ魚のスイッチを入れると思いますね。